いただきます。どうもパンケーキと申します。さっきフェスがね、開催されるという動画を撮ったんですけど、今回は普通にアップデートのね動画を、アップデートについての動画を撮っていこうと思います。で、とりあえずね、まあ、気になる即配りがどうなってるのかとかちょっとね見ていきたいですね。とりあえずいろんな武器がどういう感じになってるのか、でもアップデート前の動画を撮ってないんですけど、これ僕即割りあんま得意じゃないからさ、即割りできるくない？ほら即割りできるんだけど。待て待て待て、今結構近かったから爆風の範囲はこんな感じか、ちょっとね、爆発の範囲がちょっと見づらいので、もう一回ちょっと でも上の方には爆発いってなかったね。今ここでちょうどど真ん中で爆発して、1個目の爆風の範囲はこんな感じか。だからどうなんだろう、9番ボムとか置いた時に、9番ボムとほぼ変わんないぐらいの爆風の範囲っていう感じですかね、パッと見た感じは。で、こっからどんどん広くなっていくからね、バブルランチャーは。で、でだ。キャンピングシェルター。これなんか、この傘が戻ってくるまでの時間が長くなったと。あ、まあまあ長いかもしんない。まあまあ長いかもしんない、これ。うん、結構長いんじゃないか。ごめん、もともとを知んないからあれだけど。体感、結構長くなってる気がするけど、気のせいかな。だいぶ長いと思うんだけど。あんまり、最初を知らないっていうね。見比べるためにさ、アップデート前の動画撮っとけばよかったよ。で、気になってるのが、バブルランチャーの、バブルランチャーじゃねえ。バリアブルローラーの振り速度も速くなったと。あ、速くないこれ。めちゃくちゃ。めっちゃ速くないこれ。多分、縦振りの振り速度速くなったんだよね。めっちゃ速くないこれ。やばいやばいやばい。これちょっと増えるぞ。バリアブル。絶対バリアブル使い増えるとこれめっちゃ速いもん。いや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 、速いなこれは。で、必須戦も振り速度速くなるね。必須戦も振り速度が速くなると。いやマジか、思ってた以上に、思ってた以上にだったな。うわ速い早い早い、これは必戦使いも増えそうだよな。アップデート来る前から必戦使いちょっとガチマッチで増えてたからね、やっぱ練習してる人いたね。これ強いな、今回強化された武器めちゃくちゃ強くなってそうだな。これチャージャーもチャージキープからの打てる速度がちょっと速くなってるらしいけど、これ速くない？めっちゃ強いんだけど、体感。いや、マジか。チャージャー強え。チャージャー強え。で、ゴーニーガロンが、下に落とすインクの量が増えた。あー、なるほどね。まあ、塗り強化だね。実質。めっちゃ足元落ちる。で、他に弱体化された武器、あ、そうだ、クーゲル、クーゲル。これがね、もう結構一番目玉かなと思ってるんだけど、今回のアップデートのクーゲルシュライバーね。いや、どんぐらい短くなってるのか。
は短いのか。あ、届かないこっから。アップデート前どんな感じだったか覚えてないけど。で、動きが遅くなったらしいね。でもなんか動きに関してはちょっと、もともとバレルじゃねえや、このクーゲルシュライバー使ってたわけじゃないかちょっとわかんないな。でも多分クーゲル使いの人からしたら、うわ遅くなってんなーって感じだと思う。で、バレルだね。バレルスピナーがなんかまっすぐ飛ぶようになったらしい。あ、でもこんな感じか。まあさすがにちょっと多少ばらつきありますね。うん、ばらつきはあるけど、まあ、これまでよりまっすぐ飛ぶようになったということで。なるほどね。というわけでね、まあ、こんな感じでアップデートされてますが、僕は変わらずね、ダイナを持っていくんですけど、まあ、ガチバッチやっていきましょう。はい、ショッツル鉱山ガチバッチやっていきましょう。いやー、どういう感じのね、武器が増えてるのか。お、バレル使いいるね。で、デュアル増えてるー。デュアル増えとるー。デュアル3枚いるんだけど。で、変わらずボトル使ってる人いますね。まあでも即割りに関しては見た感じなんか即割り自体はできるから、やっぱ普通に至近距離でバブル持ってこられると結構厄介で、バレル使う暴れてるね。うわ、くそ、普通にボムでやられた。即割りじゃなくて即割りじゃなくてバブルに反射してボムでやられたんだけど。まあ、なんか大きさに関してちょっと分かりづらかったな、こうやって見ると。危なっ。おいよおいよ、やばい、この雨。あぶねー。あ、やべ、やっちゃった。どこ飛んできそう。もしいなかったねえ、こ、いや、デュアル2枚ちょっとうざいなっていうか、デュアル増えたんだけど、いや増えるよな、そりゃあ。まあ、派遣って感じするわデュアルの派遣。ここで生き残っていくのが僕なんだよ。ちょっと僕8個持ってるから当たり持ってきてほしいんだけど。ごめん、そこにいると思わんかった。普通に今アサリ集めに行った方がよかったのかな。くそ、やばい。うわー、これでもこんな感じでさ、デュアルがめちゃくちゃ増える環境になっちゃうと、なんか一番やべえ環境になりそうだけど、一番やべえ。いやー、でも、まあ、デュアルが覇権握ってるうちは大丈夫か。まだね、長射程ってわけじゃ、めちゃくちゃ長射程の武器が覇権握ってるわけじゃないから、クーゲルとかが覇権握るよりはマシか。
いや、マジか。いいよ。あー、あと1個くっそー、あと1個もう一回こっちのターン作んなきゃ。ごめん。え、嘘、嘘だー。インク地面に吸われてったんだけど。そういえばなんかカーボンとかいたな。カーボンいたわ。デュアルに気取られすぎて。うう。さあ、まずいことになってきたぞこれ。どうする？あ、いられちゃった。まあ結構なんかやばそうな気がするぞ。環境、まあ、今回たまたまデュアルが多かっただけなのか、それとめちゃくちゃデュアル使い本当に増えていくのか、どうなんだろうこれ。おい、ショットル鉱山リベンジ行くぞ。お、必殺使いいるね。デュアルいるー。あ、デュアルバリアブルいる。そして、バリアブル使いいるー。あ、これは相手のジェッカスのファイプレかな。やめて、危ない、落ちる。しっかりね、アサリも集めつつね。え、早い早い早い、マジで。バリアブル、バリアブルどうした。お前早いぞ、振りが。振りが早いぞお前。うわ、やれないかー、マジか。というわけで味方がしっかりとアサリを入れてくれている。いいね。必戦が暴れている。だ、ね、しっかりアサリをね集めつつ。あー、間に合わんかった。やめてー。あ、待ち、ちょっと、ほら、ナイス球だ。ナイス。あ、戻されちゃう。一回帰る。さすがにね、多分あそこで突っ張っても美味しくないと思うから。一回帰って。ナイス、うまい。なんかアップデー前さ、めちゃくちゃさ、傘使いめちゃくちゃ多かったんだけど、なんか実際アップデートしてみると、そこまでって感じだね。まあ、まだ2試合しかやってないからなんとも言えないけど、相手のホークサー落ちてる。うん。ということでね。
まあ、アップデート後の世界はこんな感じで、デュアルがね、増えてますな。まあ、これは予想通りというか、まあ、そうなるよなっていう感じなんですけど、2キルしか取ってないのにこんな生きっちゃっていいんすか。2キルしか取ってないのに生きっちゃっていいんすか。というわけでね、アップデート後の世界、まあバブルランチャー使ってる人もいたけど、まあ即割ね、そこまで脅威な感じもしませんでしたね。バブル使ってましたが、なんか即割自体しづらくなったのかな、見てた感じどうなんですかね。まあでもバブルランチャー使いもちょっと減るんじゃないでしょうか、これで。で、まあ必戦バリアブルあたりもちょっと増えてきそうな感じがしますね。試し打ちで使った感じめちゃくちゃ振り早かったから、まあまあなんかね、新しい環境になるっていうのはね、とてもいいことだと思うので、今後もスプラトゥーン楽しんでいきましょう。それではご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね。バイバーイ。